昔に比べると写真を撮る機会ってすごく多くなりました。その写真綺麗に撮れるとすごく嬉しくないですか？普段の自分ってこんなだったんだってちょっとテンションになったり、逆に微妙だったりするとこんななのってちょっと焦っちゃったり、その綺麗に撮れるか綺麗に撮れないかって着るもので変わります。そう、服で映える服とそうじゃない服っていうのがあるんです。実は私たちの会社フォトスタイリングジャパンはどうやったら綺麗に見えるかをいろいろな方法で考えてきているのがうちの会社です。これまで女性も数千人単位でいろんな人を撮ってるので、どういう風にしたら綺麗に見えるかっていうのを散々やってきてるんですね。例えば今日私ちょっと映える、ちょっと綺麗に見えるっていう洋服を着てます。でもこれがなんとなく違う服だと、違うでしょ。こんな風に全く同じ条件なのに着てる服で女性は全然見え方が違う。どういう服を着れば綺麗に見えるのか、普段のちょっとしたシーンで綺麗に映るってすごく大事なので、今日はその秘密をお伝えしていきたいと思います。Thank you.
伝えしていきました。ちょっとした工夫でね、皆さん素材がより活かされるっていう写真がすぐ撮れるので、ぜひぜひやってみていただきたいと思います。これもね、不思議なもので、自分で試せば試すほど写真写りが良くなってくるんですよ。なので最初はあれと思っても、あれっちこっちかなあっちかなって言って、どん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 工夫していってみてみます。すごく綺麗になっていくと思います。はい、ということで、皆さん毎日寒いですので、風邪ひかないように暖かくしてお過ごしください。今日も本当にありがとうございました。もし気に